どうも皆さんこんにちは、梅コンブです。というわけで今回なんですけども、散歩してたら散歩だ、いい川見つけてね、めっちゃ魚泳いんです。ちょっとカメラにね映りづらいんですけど、100匹くらいに、ね、小魚が釣ってんで、今日はこの魚を釣ろうと思います。でもね、川幅めっちゃ狭いですね。使うやつが 1.8 メートルの竿にタナゴ仕掛け、そして、ね、まあ虫のハエじゃないんですけど、これはハエ、まあ、ハエってね、オイカーのことなんですね。つまり、わかりますね。オイカーを今日は釣ります。上から見てもオイカーかわかんないんで、釣って確かめましょう。ではやっていきましょう。はい、皆さん、見てください。ちょっとヒットシーン撮れなかったんですけどもね。オイカーですよ、オイカー。この子はメスですね。で、今、ふって、浮きが動いたんで、さって撮ったらね、かかりました。オイカーですね。ちょっとヒットシーンも撮ります、これから。まあね、どうやって釣るかっていうとね、あれ、見えますかね、浮きがね、どこにあるんだ、やばいやばい、浮き見失った。まあ、あのどれかの緑のね、浮いてるやつですね。あれをね、魚がね、食ってく、浮きがね、ビクって沈むんですよ。そしたらね、もうお魚がこうやって買ったっていう証拠なんですよ。皆さん見てください。これもオイカワですね。この子は小さめですね。逃がしてあげます。やっぱね、オイカはいいっすね、釣れたら。まあね、もっとね、あの夏とかの方がね、もっと綺麗な婚姻色出てね、綺麗なんですけどね、オレンジとね、赤、オレンジと水色ね、っぽい色がしててね、めっちゃ綺麗なんですよ。まあね、来年はね、夏にちゃんと釣ってさ、その色を皆さんにね、お届けできたらいいっすよね。オイカのね、婚姻色、めっちゃ綺麗なんですよね。それがね、やっぱオイカにね、惹かれたね、理由にも、なんですよね、僕の。いや、でもこんなねちっちゃい川幅、本当に 1,2 メートルぐらいしかないぐらいのね、でも水深も深いところで6時あるかぐらいないかぐらいのね、そこでね釣れるんですね、オイカワって。と本流のイメージあったけどさ、オイカワってね、まあこれからね、船とかモロコのイメージあったけど、オイカワ釣れるんですね。あ、引いてね、違った。で、皆さんね、僕の愚痴を聞いてください。風がね強くなってきてね、もう浮きがね盛んに引かれてんだか、何に引かれてんだか分かんなくなってきてるんですよ。困るな。やっぱね、風がね強い日って釣りにね、海とかだと特にならない日も多いんですよ。風がね釣り人の一番の時ですよ、本当に。あーって寝掛かりな、寝掛かりも、お、来た来た、ちっちゃ、めっちゃちっちゃい。これさっき釣った魚、よーく見たらこれアブラハヤですね。全く違う魚です。もう同じコイの仲間なんですけどね、可愛いですね。ちょっと逃がしてあげましょう。あ、やっぱね、小物釣りはいいよ、本当に。もう引いてる、引いてる。あのね、なんかこのね、昔ながらの釣りって感じがいいよね。なんとも言えない良さが、小物釣りはいっぱい、ほら魚いいんでしょ、わかるかな、下でも浮きの動きを見てる人がほとんどだと思いますけど、餌取られてんじゃないの。あー、取られてた、しゃあない、変えよう。いや、やっぱね、ハマるね、小物釣りは。あ、独特のさ、雰囲気があるじゃないですか、小物釣りってね。やっぱいいっすね、小物釣り。ついてんのかな、あんな下に魚いっぱいいて、食わんことはないやろ。終わった。やっぱでかいやつは結構警戒すんな。オイカって警戒心強いから、アブラハヤとかカワムツみたいなね、似たようなやつと、ね、比べてね、なんか難しいんですよね、釣るのが。まあ、魚の中だって比較的簡単な部類に入るんですけども、アジとかと並ぶね、初心者用の魚みたいに思われがちですけど、結構オイカはね、小物釣りの中じゃむずいっすよ。いや、かかっちゃいそうにすれば簡単なんですけどね。はい、また釣れました、オイカですね。この子オスかも、もしかしたら若い。いや、もうここはほんといいわ、オイカの聖地。あの船南みたいなところと全然違う、いるのにかかんないみたいな。ここはいてかかるからね。でも見える魚はね釣れないみたいによく言うじゃないですか。でもここは釣れますよ、めちゃくちゃ。うん、ここは気に入りました、このポイント。いや、ただたださ、なんか普通に散歩してて見つけた
Google で散歩してたんですけど、 Google 散歩してて見つけた場所でもいいよ。電車にめっちゃかかるけどさ、ここはやっぱ自分のさ住んでる地域から離れるとやっぱ電車賃ってかかるじゃないですか。あのね、地下鉄とかももっと安くしてくれればいいんですけどね、なんであんな高いんですか。まあ、答えはわかんないですけどあのホームドアの維持費じゃないかな多分。わかんないけどさ、市営地下鉄はさ、 JR も最近ホームドア付け出しましたからね、いろいろなところにね、横浜とかにも着いたし、東京も着きましたよね。東京特急に着いてるか、どこに着いたっけ。まあいいや、電車のホームドアの話なんかしてたってしょうがない、この、ね、鉄道チャンネルじゃないからな。餌なくなったわ、じゃあ、ついてんのに食わんのかい。まあいいや、ちょっと付け替えよう、一回。匂いが弱くなったかも。はい、皆さん、また追い返すの、もう何匹釣ったかわからんわ。最高。はい、今ちょっとカメラ固定しました。めっちゃよくね、この固定の仕方。ちょっと風が強いな、仕掛けが。ちょっと伸び直す。この固定の仕方、俺プロだわ、マジで。天才かもしれん。カメラ固定のね、天才。あんまりそんなこと言われても嬉しくないですけどね。それはなんか釣りの天才の方がいいかも。及川釣りの天才とかね。そっちの方が釣り人ね、そんな。そっちの方が嬉しいでしょうね。普通に考えて。なんか見向きもしないんだ。魚がさ、いない方向になんか近いけど、ね、もう少し深くしよう、頼む。